藤原達夫は、日本中央競馬会、美穂トレーニングセンター北に所属している、調教師。1980年、11月から美穂坂本栄三郎旧者所属の調教助手となる。1983年、9月から美穂佐藤義明旧者所属となる。1989年、3月から美穂伊藤正則旧者所属となる。1994年、 調教師免許を取得する。1995年、旧社を開業。3月11日、中京競馬場で行われた、五在所特別が、旧社の管理場の初出走となり、ブランドロイヤルが11着となる。4月15日に、中山競馬場の第12競争でグランコアレスが勝利し、延べ9頭目で、初勝利を挙げる。1997年、 10月15日に管理場が地方競馬で初出走する。2003年、マーキュリーカップを D.S. サンダーが制し、地方初勝利が重賞及びダートグレード、競争初勝利となった。2004年、試行が延期された中山大障害をブランディスが制し、JRA 重賞及びジョギー初勝利を挙げる。同年ブランディスが JRA 賞最優秀障害場を受賞する。 2011年、河野道文調教師が暴力団との交際問題で、調教師免許剥奪処分を受けたことに伴い、9月26日付で、河野旧社所属競争場を臨時貸し付という形で預かることとなった。その後の河野旧社所属場の処遇については不明。括弧内は当該場の優勝重賞競争、太字は g i 級競争。ありがとうございます。